ジェームズ・ロドニー・リチャードは、アメリカ合衆国ルイジアナ・シュービーナ出身の、元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。高校時代は、野球とバスケットボールの両方で才能を発揮。高校時代に、野球で、リチャードが先発した試合で負けることがなかった。3年時に、ライバルコートの試合で4打席連続本塁が、10打点を記録し、48対0で勝利している。 バスケットボールでは200以上の大学から奨学金の申し出があったが、1969年の MLB ドラフトでヒューストンアストローズから一巡目に指名を受け入団。同年はルーキーリーグで12試合に先発し、5勝4敗、防御率6.59。56イニングで71奪三振を記録する。一方で、請球が悪く52支球を与えた。 1970年には A 級に昇格し、109イニングで被安打67、防御率2.39を記録。ノーヒットノーランを達成するなどしたが勝ち運に恵まれず、4勝11敗に終わった。速球の球速は100マイルパーワー、スライダーは93マイルパーアワーに達し、これはメジャーのほとんどの投資を上回る数字だった。1971年は、 トリプル A 級で開幕を迎え、12勝7敗、防御率2.45、173イニングで202、脱三振を記録。セプテンバーコールアップによるメジャーに昇格し、9月5日のサンフランシスコジャイアンツとのダブルヘッダー第2試合で、メジャーデビュー。ウィリー・メイズから3三振を奪うなど、15脱三振で、3失点完投勝利を挙げた。 1973年は8月1日のロサンゼルスドジャース戦でメジャー初完封を記録し、6勝2敗、防御率4.00の成績を残した。1975年は1月5日に、エースのドン・ウィルソンがガス中毒で自故死するアクシデントもあって、先発に定着し、12勝10敗、防御率4.39を記録したが、共にリーグワーストの138支球。 20冒頭と課題の請求力は改善されなかった。1976年は初の開幕投手を務める。7月6日のニューヨークメッツ戦では10死球を与えながら延長10回を完封。シーズン通算で20勝15敗、防御率2.75214奪三振、リーグワーストの151支給を記録した。 シーズン20勝は1969年のラリー、ダーカー以来球団史上2人目だった。サイヤング賞の投票は7位、MVP の投票でも17位に入り、一躍ナショナルリーグを代表する投手となった。1977年は18勝12敗、防御率2.97214脱三振。死球は104と、やや改善が見られた。 1978年は7月に4勝0敗、防御率1.29を記録し、ピッチャーオブザ・マンスを受賞。8月21日のシカゴカブス戦で、シーズン脱三振の球団記録を更新した。9月19日のアトランタブレーブス戦で、ボブホーナーから三振を奪い、トム・シーバーが持つ、右腕投手のシーズン脱三振リーグ記録289を更新。 シーズン最終戦となった9月28日のブレイブス戦で史上10人目、リーグでは3人目となる300奪三振を達成した。18勝11敗、防御率3.11303奪三振、141支球を記録し、最多奪三振を獲得。サイヤング賞の投票では4位に入った。1979年4月10日のドジャース戦で1試合、 六冒頭を記録する一方で十三三振を奪い、関東勝利を挙げた。前半戦終了までに七勝十敗と負け越したが、後半戦で十一勝三敗、防御率一点七五を記録し、九月には二度目のピーチャーオブザマンスを受賞。十八勝十三敗、防御率二点七一、二年連続の三百脱三振となる三百十三脱三振で、最優秀防御率。 最多奪三振の2冠を獲得し、サイヤング賞の投票では3位に入った。オフに球団と4年契約を結んだ。1980年は4月に4勝0敗、防御率1.6748奪三振を記録し、3度目のピッチャーオブザマンスを受賞。5月31日から6月11日にかけて3試合連続完封を達成。7月13日のブレイブス戦で、 ダーカーの持つ通算1487奪三振の球団記録を更新した。前半戦で10勝4敗、防御率1.9615奪三振を記録するなど、絶好調でオールスターゲームに初めて選出され、先発投手に抜擢されたが、肩と背中の違和感で2イニングで降板した。シーズンが進むにつれて、肩や腕に痛みを感じるようになっていたが、 周囲は、毛病と決めつけて聞き入れなかった。7月14日のブレーブス戦では4回途中まで、なんとか投げ抜いたが、目がかすんで保守のサインがよく見えず、痛みとしびれで腕を動かすのにも苦労するほどだった。右腕は麻痺し、ボールを握れないほどになっていた。後に10回したところによると、腕が死んでいくのを感じたという。9日後、病院で検査が行われ、 右鎖骨下部の動脈に血栓が発見された。左腕の血圧は正常だったが、右腕の血圧は動脈が塞がれたことで異常に低くなっていた。7月25日に血管が検査され、正常と診断されたが、7月30日の練習中に突然倒れ、詳しい検査の結果、脳卒中であることが判明した。すぐさま手術が行われ成功したが、 残りのシーズンはすべてリハビリに費やさなければならなかった。一方、チームはエースの離脱という危機を乗り越え、球団史上初の地区優勝を果たした。1981年は脳卒中から立ち直るためにリハビリを続けた。マイナーのチームやテキサス南部大学で練習を行い、シーズン終盤には両チームの試合に登板できるまでに、 なり、拡大ロースターでメジャー昇格を果たしたが、まだ復帰には早いと判断され、結局メジャーでの登板はなかった。1982年はスプリングトレーニングで1試合登板し、シーズン最初の2ヶ月はフロリダでのトレーニングに費やした。順調に回復し、トリプル A 級まで昇格したものの制球に苦しみ、多くの失点を喫した。 前年に続いて拡大ロースターでメジャーに昇格したが、またしても当番はなかった。1983年は、左ふくらはぎの痛みを訴え、検査の結果左足にバイパス手術が必要と診断され、人工血管を埋め込んだが、オフには必要ないと判断され、閉鎖された。契約が切れて、フリーエージェントとなったが、 復活を期待していた球団は1984年2月17日に再契約。しかし4月27日に解雇される。ほぼ完治していたが、再発の恐れがあったため現役を引退。2013年8月5日引退後は、故郷のルイジアナに戻り、ベンチャービジネスに投資した。しかし石油取引で失敗し、30万ドルを失う。数年後一人目の妻と離婚し、 66万9000ドルを失った。1989年、シニアプロベースボールアソシエーションのオーランドジュースにドラフト指名を受けたが、プレシーズン中に解雇された。その後、ヒューストンの自宅を失い、ホームレスとして橋の下で暮らすようになった。1995年、MLB から年金を受給できるようになった。また、 アストロズのイベントにも参加した。その翌月地元の教会に保護され、ホームレス生活から抜け出した。その後、アスファルトの会社で働いた後に牧師となり、自分を保護した教会に戻った。現在はヒューストンのコミュニティに参加し、子供への野球の普及活動を行っている。2005年には半生を描いた映画が制作された。2021年8月4日に、 ヒューストンの病院で亡くなった。家族によると、新型コロナウイルス感染症感染による合併症を起こしていた。ありがとうございます。